こんにちは、堀です、今日来ているところは、紅葉が始まった奥多摩湖ですね、だいぶね、向こう対岸、ちょっとね今光があんまり良くないんですけども、色づいてますね。で今いるところは、ダム湖の湖畔の駐車場の上ですね、見晴らしの丘か、そこに来てます。で今日はぼちぼちちょっとこの辺、少しね色づいてきてるんで、ちょっとね撮影して回りたいと思います。こんな感じでこれなんだろう、もみじなのかなだいぶこう下から覗くとね、綺麗に見えてます。このね、同じ木でも場所によってだいぶ色づきが違いますよね。先ほど行ったところは結構ねもう、いい色になってたんですけども、ここはまだ、緑ですね。先端先っぽの方がちょっと色ついてるかなって感じですけども、やっぱり、場所によってだいぶ色のつきが違いますね。桜の木は、紅葉が早いですね。ほぼこの辺にあるの桜結構いっぱいあるんですけども、ほぼねもうみんな葉を落としちゃって、こう見るとねもう枯れた朽ちていくような木のように様子を見せてますね。こんなになっちゃうんですね。先ほど水道局の方ですかね、作業服着た方、10名ぐらいかな、なんか若い方、いっぱい連れてっていうか研修に来てるのかなんかね、メモ取りながら大勢歩いてましたね。ここ東京都の水源の森になってるんで、この見晴らしの丘管理してるのも水道局の方管理してるんで、ちゃんとこうやって見回りして、整備してくれてるんで、いいですよねここは奥多摩湖のね湖畔に車を止めて、手軽に、ハイキングできるところはあるのはいいですよね。はい、だいぶ上の方に上がってきました。奥多摩湖だいぶ、下の方に、見えてきましたね。でここもうちょっと上がるとね、この見晴らしの丘の一番高いところに、着くんで、そこまで行ったらちょっとね休憩しようと思います。はい、着きましたね。そこが、この見晴らしの丘で一番、高いところに、着けられたコースの休憩のベンチですね。ここでちょっと、休憩しようと思います。誰もいなくてよかった。はい、今この見晴らしの丘の一番高いところでちょっとね、休憩して、今ちょっとね多い今日はねもう本当に昼間、今はちょうどね12時回ったところなんですけど、昼間入ってきてるんで、結構やっぱりね、だいぶ紅葉が進んでるんで、この奥多摩もだいぶ進んできたんで、紅葉で見る方結構いましたね。下の駐車場も、普段はねあんまりいないんですけども、今日はねもうほとんどいっぱい、駐車されてましたね、止められてました。でもこの奥多摩の紅葉、だいぶね進んでるんですけども、高い山と違ってあんまりこう遠くから見るとね、あんまりこう派手さはないんですけどもね、
近くから見て光の加減でかなり綺麗に見えたりするんで、その辺をねちょっとね、まあ、狙って写真撮ってるんですけども、今日はそんなにがっつり写真撮るっていうわけじゃなくてね、ちょっと、奥多摩の紅葉がどのくらい進んでるかななんていうのをちょっと見に下見に来たような感じですけどもね、やっぱり入ってくると、写真撮りたくなっちゃいますね。まあ、ここでちょっとね休んだらまたちょっと下りながら、写真撮っていこうと思います。八方岩の展望台のところに来ました。結構この、目林の丘、もみじ結構きれいに紅葉してますね。のんびり撮影してますで、ぼちぼち歩かれる方も、紅葉見に来る方もいますね。で、ここからですね、水根の方へ下るコースがあるんですけども、このコースが、この間までね結構整備してたんですけども、どうも、整備終わって通れるようになってるんで、水根の方へちょっとね降りていこうと思います。はい、じゃあ、水根の方へ降りていってみましょうか。ここからちょっと、谷の方へ下っていくので、いきなりちょっとね暗くなるんですけども、杉の植林の森になるんですかね、こっちは。だからちょっと、いきなり暗い森になります。でもここ、この間、結構ね整備してたんで、どんな感じになっているのか、もうすぐちょっと下るともうすぐ下に出るんですけれども、ちょうど、奥多摩湖の、ダム湖畔の裏側を通るトンネルが、まあ、車道があるんですけども、その上をね今、通っていくコースにはなってるんですけども、つづら折りの下りのコースになります。ちょうど、杉林が、終わったところから整備してあります。すげえな、こんな、なんつうんですかね、これ、コンクリで、ね、石垣っていうか、玉石の、で整備されてます。すげえしっかりと整備してくれましたね、ここは。
向こうの、ね、対岸のあっちの斜面の紅葉も案外、いい色出てますね。ちょっと薄いようなやっぱりねあれですけども、ちょうど下が、ね、車道になっててその上ですね。このカメラだとちょっと分かんないと思うんですけども、この向こう方この辺ですね、この辺の木の上の方にね、猿がいますね。今、泣きながらね木をね譲ってて気がついたんですけどね、多分、一匹ではなくて群れでいると思います。出口ですね。ここもちゃんと、害虫除けの柵がしてあります。今日は見なかったですけどね、この見晴らしの丘、カモシカの親子がいたんですけれども、今日は見なかったです。本当にね今降りてきたコースはこの青梅街道の、奥多摩湖の方じゃなくてね、トンネルの方ですね、トンネルの上を通ってきたような感じです、ね、奥多摩のこの分岐のところにあんまり気づかないですけどね、これ歩くとこういう看板が、しっかり立ってますね。はい、今駐車場に戻ってきました。今日は、奥多摩湖の、湖畔にある、見晴らしの丘をちょっとね回ってきました。もう奥多摩湖だいぶ紅葉も進んで、結構ねモミジなんか綺麗に、見れましたね。で今回がっつり撮影っていうわけではないんですけどね、ちょっとね紅葉の下見っていうことで入ってきて、軽く撮影して回ってみました。時間にして、今日は2時間ちょっとぐらいですかね、簡単にちょっと回ってきたんですけども、やっぱいいですね。ちょうどよく、モミジいい感じで、モミジもうちょっとね、まだ緑の葉が残ってるんでもう少しかなとは思うんですけどね、結構ねいい感じで、撮影楽しくできました。はい、でまた、この奥多摩、ちょっとね、また撮影に来ようとは思うんですけども、今回の撮影はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。この奥多摩湖のこの何だっけな、水の資料館があるところのこの裏ですね、これ奥多摩湖に水没してしまった村の、石碑がこの裏にねまとめられて、展示してあります。ここはあんまり知られてないですか、あんまり人来ないんですけれども、結構こうやって石碑が、ここへ映されて、あちゃんとあここもね整備してくれてますね。石碑の小道っていうことで、結構ねお地蔵さんとか、昔の文政11年なんて、ね、歴史書いてある石碑がありますね。六地蔵さんもあります。これも、かつての、奥多摩湖に沈んでしまった村の守り神だったんですかね。道祖神なんかも結構ねありますよね。ここにも、日食供養塔ってな、日食を社会あそうか異常現象として、昔の方は、恐れたんですね。で日食の供養塔なんていうのもあるんだよね。歴史昔の方は今ね違うから、これもすごいな。灯明台、火消しのいぐみって書いてあるね。飛び灯寮が奉納したものだ。すごいね。こうやってこうちょっと歩くだけでねこうやって、昔の歴史を奥多摩湖の歴史を学べますよね。こういう石碑だけ見ても。あ、松尾芭蕉の墓もありますね。
奥多摩この辺来たんですね。こういうとこはあんまり来ないから23夜。こんな感じでこのこれ何だったっけな、ね、この裏側にこうやって、石仏石碑こうやってね移築されて、見られるようになってるからいいですよね。なかなかあんまり知られてないところですけども、これは、素晴らしい、この奥多摩湖の、昔の、歴史を垣間見ることができました。はい、じゃあ戻りましょう。